アメリカ次期大統領にトランプ氏北朝鮮の受け止めは実はすでにトランプシフトもアメリカの大統領選挙ではトランプ氏が勝利を確実にし世界の首脳が相次いで祝意を示しているしかし各国の中で今のところまだ態度を示していない国があるそれは北朝鮮果たして金正恩総書記は 今回ののののトランプ氏の勝利をどのように受け止めているのかハリス氏、現状打破できずそもそもハリス氏が勝利していれば強い姿勢で北朝鮮に臨むというバイデン政権の流れが続くため北朝鮮からすると現状と変わらないこととなるすなわちハリス氏の大統領任期にあたる少なくとも4年間は状況の打破は見込めないため 北朝鮮にととっってはは好ましいいものではなかったとみられるトランプ氏組みやすい相手これに対してトランプ氏北朝鮮にとって組みやすい相手がアメリカの大統領になることを意味しているそれはなぜか北朝鮮にとって核ミサイル開発問題を自らのペースで解決に進めることができるとすれば トランプ氏以外の相手は今は考えられない北朝鮮の金正恩総書記とトランプ氏はすでに米朝首脳会談などで3回直接顔を合わせている金正恩氏からすればトランプ氏は交渉をする素地はあると考えるも自然だ事実トランプ氏は選挙戦の中でもたびたび、北朝鮮をめぐるさまざまな問題を 解決に導けると自信を伺わせていたすでに対米シフト実は北朝鮮は大統領選の後を見据えたと見られる人事をすでにいくつか取っているまずは今年10月北朝鮮外務省はスイス大使にチョ・チョルス氏を任命したチョ・チョルス氏は北朝鮮外務省の北米局長などを歴任してきたアメリカ通で 今のチェ・ソンヒ外相にも近いとされている折しも任命されたポストはスイス大使、過去には米朝が協議を持ったことがある地で、同じく米朝の非公式協議が行われてきたスウェーデンとも近い、さらに同じ10月、北朝鮮は国会にあたる最高人民会議で、ノ・グアンチョル元人民武力省を新たに国防省に任命した。 のグアンチョル氏は過去に2回行われた米朝首脳会談にはいずれも金総書記らに同行していたこうした人事から大統領選後のアメリカといかに向き合っていくか北朝鮮の思惑が透けて見える北朝鮮はどのような交渉をそれではトランプ氏が大統領就任した後北朝鮮はどのような交渉をどのような条件を持ちかけてくるのだろうか。 そのヒントとなる動きが今年に入りいくつか確認されている今年に入り北朝鮮はたびたび自らのことを核保有国と称しているさらに大統領選の直前には北朝鮮は ICBM 大陸間弾道ミサイルを発射した上、金総書記自らが核武力の強化の路線を絶対に変えることはないと強調した。 こうした言動から北朝鮮としては核ミサイル開発を放棄することなく継続していく強い意志を持っていることがうかがえるそのため仮に再び米朝会談が行われるとすれば北朝鮮は核ミサイル開発の継続をトランプ氏に認めさせようとするのではと考えられる国際社会が北朝鮮の非核化を望む中 核保有国へと突き進む北朝鮮選挙戦の最中にはトランプ氏が大統領になった場合には北朝鮮の核保有を容認するのではという見方もあったが果たしてトランプ政権が今後北朝鮮にどのように向き合っていくのかアジアの国々も注意深く見守っている。 北朝鮮兵士4日にロシア西部で戦闘に参加米当局者アメリカ当局者によると北朝鮮の兵士が11月4日にロシア西部での戦闘に参加したことが確認されたと報告されていますこれにより北朝鮮がロシアのウクライナ紛争に深く関与している可能性が高まり国際社会に新たな懸念が広がっています ロシアはウクライナ紛争が長期化する中で、北朝鮮を含む複数の国から軍事支援を得ようとしているとみられます。北朝鮮からの支援としては、武器や弾薬の提供が以前から取り沙汰されてきましたが、今回はさらに一歩進み、実際の兵士が戦闘に参加しているという情報が浮上しました。これが事実であれば、 ロシアと北朝鮮の軍事的な協力が新たな段階に入ったことを示唆しています北朝鮮兵士の役割と戦闘への参加具体的な任務や規模は明らかにされていませんが北朝鮮の兵士たちはロシア軍とともにウクライナ軍との戦闘に加わりロシアの戦力を補完していると考えられていますこれによりロシア軍は兵力の不足を補い 戦況をを有利に進めるることを目指している可能性があります北朝鮮兵士が戦闘に投入されることでウクライナとの紛争は一層複雑化し他国の軍事的関与が増加する懸念も生まれています国際社会の反応と影響北朝鮮がロシアのウクライナ侵攻を支援する形で兵士を派遣しているとすれば 国際社会からの厳しい批判を招くのは避けられません北朝鮮はすでに複数の国連制裁を受けており今回の件が事実と認定されればさらに制裁が強化される可能性もありますまたロシアとの関係が強化されることで他の国々や国際連合は新たな安全保障上の対応を迫られるかもしれません今後の展開 北朝鮮兵士がロシアとウクライナの紛争に関与しているとの情報が事実であればウクライナの戦局や国際関係に影響を及ぼすのは確実ですアメリカやヨーロッパ諸国をはじめとする国々は北朝鮮の行動を警戒しさらに厳格な制裁や外交的な対策を検討する可能性があります。また ウクライナ側も北朝鮮兵士の存在に対抗するための防衛策を強化する動きが予想され今後の戦闘に新たな変数が加わることになるでしょうトランプはウクライナを見捨てるのかゼレンスキー苦渋の祝福それもいち早く大統領選中ウクライナに対する軍事支援を非難し 自分ならら24時間でで戦争をを終わらせるるといったトランンプをゼレンスキーは懐中できるのかウクライナのオロデミル・ゼレンスキー大統領は2024年大統領選挙におけるドナルド・トランプの勝利をいち早く祝福したドナルド・トランプさん選挙での見事な勝利おめでとうトランプ大統領とは9月に素晴らしい会談を行い ウクライナとアメリカの戦略的パートナーシップ、勝利計画、ロシアのウクライナ侵略に終止符を打つ方法について詳しく話し合ったと、ゼレンスキーは11月6日、X に投稿したトランプ大統領が世界情勢における力による平和のアプローチにコミットしていることを高く評価するこれこそがウクライナの公正な平和を現実的に近づける原則だ。 ここの原則ををにに行動に移せるるとを願っているロシアのウラジーミル・プーチン大統領による本格的な侵攻が始まって以来アメリカはウクライナに対する最大の軍事援助国となっており議会は合計1750億ドル相当の5つの法案を成立させただがウクライナへの支援継続に反対し 戦争を終結させるための取り組みをしていないとゼレンスキーを批判するトランプは何を言い出すかわからない24時間で終わらせるの意味ゼレンスキーは6日ウクライナはアメリカの強力な超党派の支持の継続を頼りにしており両国に利益をもたらす互恵的な政治的経済的協力を発展させることに関心を持っていると書いた。 ウクライナは欧州最強の軍事大国の一つとして同盟国の支援のもとで欧州と大西洋横断コミュニティの長期的な平和と安全の確保に尽力しているトランプ大統領を個人的に祝福しウクライナとアメリカの戦略的パートナーシップを強化する方法について話し合うのが楽しみだ選挙期間中トランプはウクライナ戦争を 速やかに終結させたたいいと語っていた5月にはこう語っている。もし私が大統領ならあの戦争を24時間で終わらせる。私はゼレンスキーのことをよく知っている。プーチンのこともよく知っている。私なら24時間で終わらせる。簡単なことだし、簡単な取引になるだろう。軍事専門家やマイク・ペンス前副大統領は。 この発言を批判したウクライナの戦争を24時間で終わらせる唯一の方法はウラジーミル・プーチンが望むものを与えることだろうそしてそれはアメリカがウクライナに絶対に求めてはならないことだとペンスは言ったロシアが侵略したウクライナの領土をすべて渡すことになりかねないというのだ支持者の関心も薄く トランプ陣営の広報を担当するる。スティーブン・チャンは以前、本にこう語っているトランプ大統領は戦争と殺戮を終わらせるそれに反対する人たちは戦争と殺戮の継続を望んでいるように見えるトランプ支持者もウクライナへの支援継続にはトランプと同じく消極的だ10月初旬に戦略コンサルタントの レッドドフィールドウィルトン社に委託して行った世論調査ではトランプ支持者の26%がウクライナへの支援を停止したいと答え40%が支援の程度を再考すべきだと答えたさらにウクライナの防衛がアメリカの国益に不可欠だと考えているのはハリス支持者では66%だったのに対しトランプ支持者では わずか34%だった。